つゆきじゅんいちは、日本の政治家。元神奈川県足柄上郡改正町長。父は、元改正町長のつゆき人づくり。神奈川県足柄上郡改正町生まれ。改正町立改正小学校、改正町建文明中学校、神奈川県立小田原高等学校卒業。1979年3月、東京大学教育学部卒業。同年4月、 日本放送協会に報道記者として入局した。NHK 記者時代はグリコ、森永事件や山口組分裂構想の取材にあたる。1990年の金丸新、田辺誠らの北朝鮮訪問団にも随行した。1993年8月に NHK を退職。同月、かねてからこういうのあった。 自民党の梶山正六衆議院議員事務所の政策顧問に就任。1996年第41回衆議院議員総選挙に神奈川県第17区から無所属で出馬したが自民党前職の河野洋平に敗れ時点で落選。1998年2月に出身地である改正町の町長選挙に立候補し初当選。なお、 改正庁長には4度当選しているが、初当選時以外はすべて無投票での再選であった。2007年4月に内閣府の地方文献改革推進委員会の委員に任命される。2009年10月から総務大臣原口和弘の任命により、総務省顧問に就任した。2010年9月原口の公認に片山義弘が就任したことにより、 総務省顧問を理任2011年3月17日、統一地方選挙に際して行われる神奈川県知事選挙に出馬する意向を表明し、24日に改正庁長を辞職、みんなの党の推薦、神奈川ネットワーク運動、ネットワーク横浜、さらには県内の各町村長からの推薦を受けて神奈川県知事選挙に出馬したが、自民、民主、 公明三党が押す、元キャスターの黒岩祐二に敗れ、落選。出身地の改正町では、約9割の得票を獲得し、小田原市や肌野市を含む県西部全域でも勝利したが、横浜市や川崎市など、人口の多い県東部では伸び悩んだ。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙には、日本未来の投稿人で、神奈川17区から出馬したが、 立候補者5人中4位の得票数に止まり、比例復活もできず落選した。日本未来の党は2013年、文党により生活の党、日本未来の党に分かれたが、つゆきは、同年2月に開催された日本未来の党の政策フォーラムにおいて、日本未来の党、元神奈川県改正庁長の肩書きで司会を務めており、生活の党の決闘には参加せず、代表、 安倍智子の下で日本未来の党に残留。2013年5月、安倍が政治団体である日本未来の党を残したまま緑の風に入党し、つゆきも同党に入党。6月5日、同年7月の第23回参議院議員通常、選挙に緑の風公認で出馬する意向を表明。神奈川県選挙区から緑の風公認で出馬し、脱原発を進める。 アジサイ革命をスローガンにしたが、得票数7位で落選。得票率は3.0%で、協卓金は没収された。つゆきはこの結果を準備不足による大惨敗と総括し、その後の各種選挙には出馬していない。ただし、その後もブログなどで自らの政権を語るとともに、緑の風で行動を共にしていた、亀静香衆議院議員との連携。 日中友好協会を通じた中華人民共和国との友好活動2013年11月に発足した一般社団法人佐古川流域自然エネルギー研究開発協議会理事長としての県西部地域振興活動などに関わっている2014年度からは神奈川大学の非常勤講師として政治家提論や地域政策論の講義も担当している ありがとうございます。